さあ始まりました、圭一のカラオケで歌ってみたシリーズ、こちら去年ですね、浜松のモノマネの館マリオにですね、営業に行かせていただいた時にですね、昼間走って夜カラオケにモノマネ芸人ロッキー石井ちゃん、こちらでございます。才能ある方でございます。歌うまいんですよ。こちらの方と歌った時の動画を上げてみたいと思います。それではスタート。ロッキー石井さんとですね、久しぶりにお会いしたのでですね、久しぶりにあれを歌いましょう。あずさ2号初めてですよ。昔の川村久一さんでした。よし、行け、お兄ちゃん。私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人でいつか過去行くはずだった。はるばかすい島の地へ行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよなら、いつまでたってもとても言えそうにありません。はしゃぐ人。はい、それではですね、モノマネタレントロッキー石井さん、ありがとうございました。素晴らしい、いい人なんです。そして圭一、モノマネさせていただいてます。ピース綾部さんをですね中心にモノマネさせていただいています。なぜモノマネをしているか、それは役者として最強の役者になるためですね。それはなぜか、神様になるためです。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、終わる。あ。